はい、こんにちは、ゆうです。今日もマインクラフトの動画を撮っていきたいと思います。はい、です前回ですね、ジャングルに行ってインコじゃねえや、オウムたちを捕まえてきました。今踊ってもらってるんですけど、かわいいね、癒されるね。そう、それで今回はこのオウムたちのお家を作りたいな。ちょっと待って、音楽うるさい。そうで、今回はオウムたちのお家を作りたいなと思いまして、今日はそれを作っていこうかなと思います。んで、どう作ってどこに作るかってちょっといろいろ考えたんですけど、せっかくあの動画界でね、ジャングルの苗木とかカカオ豆、ジャングルの原木っていう新しい木材を手に入れたので、ここら辺にジャングルの苗木を植えて、ガーってすごいでっかい木を育てて、でその上の方にツリーハウスみたいなのを作っていこうかなと思っています。うん、でまずそれを育てるためには、確かね、あの土ブロックの上じゃないと育たないんですよ、苗木って。なのでちょっとここら辺に、ここからつながってった方がいいのかな、うん、ちょっとここら辺に土をつないで、苗木を植えられるところを作っていきます。はい、ということでこんな感じに、まあ簡単になんですけどね、成長したので、早速ジャングルの苗木を植えたいと思います。お願い。なんかね、場合によってはちっちゃかったりするらしいので、大きいのが育ってほしいんですよね。どうしよう、どこら辺にしようかな、ここでいいや、ほい。はい、でこれ育つの時間かかっちゃうんですけど、実は骨今持っていて、でこの骨をクラフトで置くと、こうやって骨粉っていうのが作れるんですよ。でこれをじゃあどんぐらい、まあ、とりあえず21個ぐらい作っておきます。はい、でこれをこの苗木に与えてあげると、ほい、ほら光るでしょ。でこれを何回か繰り返すと育った。あ、ちっちゃい、これじゃダメだ。そう、このちっちゃいのじゃなくて、あ、もしかしたらさ、1個じゃなくて4つぐらい置いたらでかいのができるとかあるのかな。そうかもしれないですね。 1個だとあの ちっちゃいのができちゃうのかも。どうなんだろう。はい、ということで調べてみたら、やっぱり 2×2 で植えると大きくなる、巨大なジャングルの木が育つみたいなので、このまあ、いっか、この草はほっといても平気かな。うん、多分平気でしょう。平気じゃなかったらどうしよう。まあ、いっか、とりあえずじゃあ 2×2 で植えていきたいと思います。こうかな。よし、でこうやって植えて、ここに骨粉を与えると、ほい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 、1回ずつじゃダメなのか。もう1回、もう1、あ、できたできたできた、あ、できたできた、でっかいでっかい。あ、でももっとでっかいのが欲しかった、正直正直もっとでっかいのが欲しかったんですよね。物足りないな。あ、じゃあ分かった、もうまだ6個あるので、もう4箇所に植えてみようかな。育ってくれるかな、やってみましょう。ダメだったりして、よいしょ、さあ育ってくれ、でっかいの。4、もう1回、もう1回、ほい、できた。どうだ、おおお、でかいんじゃないか、割と、あ、割とでかい。あ、まあでもあのぐらいでいいか。うん、じゃああのぐらいちょうどいいかな。なんか2×2 が2つできてでっかくなったし、よし、じゃあこれの上の方に、オウムたちのお家、お家っていうかね、オウムバーみたいな感じにしようかな、音楽流せるので。うん、は作っていきたいと思います。じゃあまずどうするかというと、はしごをかけて、このツタも登れるんですけどね、途切れ途切れになっちゃってるので、はしごつけたいと思います。でこっち側からでいいかな、入り口なんですよね、はしごが。内側にしよっか、内側にしましょう。じゃあここにはしごをかけていきます。はい、ということで今ここまで、はしごをかけました。うん、で一応もう一つ登れるかなと思ってかけてみたんですけど、これだと木の上に出ちゃうので、あのイメージは木の上に作るっていうよりは木の途中にあるイメージなので、ここをちょうどここでいいかな、ここを床にしたいなと思って、でここはなんか屋上に行けるみたいな感じにしようかなと思います。なのでここをちょっと整地していきます。うん、でこういう感じでいいかなですね。
で、何の素材で作っていくかって考えたんですけど、せっかくジャングルの原木を取ってきたので、ジャングルの原木をベースにしようかなと思っています。で、木材にしちゃうとこういう色なのか、ちょっと見てみようかな。ジャングルの木材の色はちょっと赤っぽいのかな。あー、でも可愛いですね。あ、いいじゃんいいじゃん。うん、じゃあこの色にしよう。よし。で、床の高さをここにした方がいいのかな、ですね。ここを床にしよう。あー、どうしようかな。そうするとこれ削んなきゃいけないのか。やっぱ床の高さをここにします。うん、そうしよう。で、ここにははしごをかけといて、 OKOK。 はい、で、こういう感じでここに床を作っていきます。はい、ということで足場土台を作ったんですけど、ちょっと上すぎるかなって、もうちょっと木の間にあるイメージにしたかったんですけど、あと少しでかいのかな。まあちょっとイメージ通りじゃなかったんですけど、まああのままやっていきます。で、高さに関してはもっとでっかい高さの、ジャングルの大木が育てばいいので、なので、うん、あとでジャングルの大木をまた新しくこの辺に植えて大きいやつができれば、まあいいんじゃないかなって気がしています。そうするとね、その木の大きさもまた増えるので、うん、よりあのちょっと大きすぎる感じするけど、ちょうどよく見えたりするのかなって気がしているので、まあとりあえずこれでいいでしょう。うん、で、どうしようかな。壁一色だとつまらないんで、壁の色を変えていきましょう。で、何使おうかな。あそこはアカシアゾーンなんですよね。で、ここが白樺とオーク。で、あそこも白樺とオーク。で、ここがジャングルと、ジャングルと、じゃあアカシアにしましょうか。オーク、全部オーク使ってるから。あ、じゃあここもオーク使いましょうか。うん、じゃあジャングルとオークでやっていこうかな。じゃあ、あ、柱はジャングルの大木、あ、オークの、これでどうだろう。うん、もうほんとなんとなく全然イメージできてないんですけど、これでいいや。1、2、3、どんぐらいの高さしようかな。結構フロアがでかいので、ほんと適当に作る。いつも通り適当に作ります。とりあえずこの辺にしてみようかな。今何個やった。 1、2、3、4、5、6、7、8 か。よし、じゃあ8上に上げていきましょう。6、7、8と。はい、オッケー。これで柱4つできましたね。よし、じゃあどうしようかな。模様とかなんか一色だとつまらないで、なんかじゃあもうほんと適当ですよ。なんとなくじゃあこの辺にこういう原木で線を入れるっていうのはどうかな。模様をつけていくと、縦模様を、あーい、間違えた、つけると。うん、オッケーオッケー。で、ここの壁の色どうしようかな。同じジャングルのこのままで色でいくかな。じゃあ壁もジャングルの木材で埋めていっちゃおう。あ、多くの木材だった、間違えた、ジャングルこっち。よし、はい。で、壁もじゃあジャングルの木材で、とりあえずここは埋めていきます。これで OK。 これでなんとなく雰囲気できてきたかな。ちょっとじゃあ上行ってみましょう。よし。で、ここの模様を入れて、こっからでもまた色変わっちゃうの変なので、ここもジャングルの木材になっちゃうのかな。なっちゃいますね。なっちゃいましょう。はい、ということでだいたい壁が出来上がりました。で、ここから屋根作りになるんで、ここは一回多くの木材で締めたいところなんですけど、多くの木材が足りなくなってしまったので取ってきます。行ってきます。はい、ということで多くの木材、原木取ってきましたって言っても、家の周りにある多くの原木削りました。うん、で、これをこうやって、まあ、一周してあげたいと思います。はい、ということで一周し終わりました。で、こっからは屋根作りですね。で、屋根は、ジャングルの原木で、あ、原木じゃないや、木材で作りたいんですけど、足りるかな。まあちょっと足りなかったらまた取ってくるので、とりあえずジャングルの
木材で屋根作りをしていきましょう。でこういう感じで丸い階段ブロックで一周していきます。はい、でまさかの2つ足りなかった惜しい。でも多分あの壁とかいろいろ破壊していくんで、また後で足りてくると思うんで、とりあえず屋根はこういう感じで、おおほらいい感じでできたと思うよ。で完成したいと思います。うん、で完全にもう木の上の家になっちゃったね。まあいっか、なんでもへへー、なんでもいいんだ。よいしょ、こうやってね、なんとなくでも作っていくことで建築技術は磨かれていく。あとクリエイティブモードでね、建築実況も始めたので、それでもね成長していきたいと思っています。よし、じゃあちょっと一回外から見てみましょう。よし行きます、せーの、ドン、でっかあーおかしいな、確実に木の上に乗ってる家になっちゃった。あ、そっか、しかもあれ一番下もまで原木やんなきゃダメですね。なるほどなるほど。で、あの屋根の下のラインを原木に変えるべきなのか。ふん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 、ピンクだなで多分これもっとこっちの方にもジャングルの、あ、そっか、わかったわかった、だからこの家のこっち側にもジャングルの大木がバーン立ってくれれば雰囲気変わるはず。なので今のうちに上と、あ、上に置いてきちゃったか。まあ植えておきましょう、後で。うん、どうにかしていい感じに仕上げてみせますあとはじゃああそこですね、外側のあの原木とかを変えていって、あとは窓とかかな。うん、そうだね、だからこの今作ってるツリーハウスの周りにもう一回ジャングルの大木を植えて育ってもらえれば雰囲気良くなると思うんで、この家の中の草どうしよっかこれはこれで雰囲気あるからちょっと狭いんだよな、でもじゃあもうちょっと上だったらよかったんだけどね、サイドにすればよかったんだ、もう少し。まあいいでしょう。うん、じゃあまずやんなきゃいけないのがここかな。ここをこう削ってこうして、よいしょ、うん、でここを多くの原木に変えてあげると。よし、じゃあ変え終わったので次は窓かな。やっぱり窓もね、色付きとかいろいろあるんですけど、僕やっぱりこの普通の透明なのが好きなので、うん、でここ2階建てとかになってるんだよね、一応ここを使えば。うん、なのでそっか、じゃあ1階の窓と2階の窓で分けようか。そうですね、1階はちょっとこういう狭苦しい感じで、まあ最悪これ狩ればいいわけだし、なので1階はじゃあここに、ここの段に窓を作っていこうかな。適当にこうやって掘ってみよう。1、2掘って、1、2、あ、ちょうどいいかな。うん、じゃあこういう感じでここに、よいしょ、真ん中どうしよう。真ん中やんなくていいや、多すぎてもちょっとあれなので、全方位にこうやって2個ずつつけていきます。 OK、 いいでしょう。おー、これでだいぶなんかいいね、明るくなった雰囲気。よし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 。で次2階の窓だな。2階は窓どこにつけようかな。ここが、うん、ここを多分撤去してここを床にするんで、なので、うーん、じゃあこっちは真ん中に1、2、3、4、5、6、7、8、9、10なので55か、ここだね。じゃあ、うん、ここと、え、上はじゃあ四つ窓にしよっか。下にする？うん、ここにしよっかな。真ん中に四つ窓をこうやってつけていこうかな。うん、こうしましょう。OK！ できたできた。ちょっとここも刈っちゃおうか、ついでに。で、これを刈ることによって、ジャングルの苗木が手に入るし、一石二鳥。
個もか。じゃあフロアも作っていこうかな。2階の2階のフロア何色にしよう。あ、ここもか、ここも掘るのか。オッケー、できたできた。あ、いいじゃんいいじゃん。結構ゆとりあって広い空間で窓が足元と同じ高さになるっていうのも割といいかもしれない。うん、いいねいいね。よし、じゃあこれで2階はいい感じと。で1階だな、問題は狭い狭い。でもこれはこれでいいのかな。うん、どうせこれ買ったとしてもこのぐらいの高さですし、自然と一体ということで、ここはなんかこういう特に過ごす場所じゃないってことにしようかな。何かしらの場所にして、受付的な。で本当の場所はここ、ホームバーの本体はここってことにしましょう。でここでなんかテーブルとか椅子とか作って、ジュークボックスを置いてオウムを飛ばしておくと。あ、いいですね、そうしようそうしよう。よし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 、じゃあ一回外から見た目を見てみましょう。せーの、ドン。あ、いいじゃんいいじゃん。うん、あの原木のね、意味がわからないけど線の、まあいいでしょう。なんかちょっと変わった雰囲気で、で外からちょっと原木また生やして見えなくなるので多少ないとごまかされるはず。よし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 。で原木を、あ、今ちょうど4つあるんで、どこに植えようかな。この木が、この辺か。ここだとダメ、ここでもありか。よし、じゃあここにしよう。ここにほい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 っと、うん、ここにとりあえずまた1本立てましょう。よし、でコップン持ってきたので、コップンを使って、よし、でっかいの座ってくれよ。ほい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 。あれ、なかなか育たない。あれ、なんでだ、育たない位置とかあるのかな。あれ、これダメ、なんかダメみたいだな。なんでだろう、この緑の多くのこれが邪魔とかある。さっきなんか邪魔そうでも立ったもんね。なんでだろう、砂に面してるから一つが。いや大丈夫だよね。あれ、なぜだ、多分これ育たないな。じゃあもう少しここ整地して土のゾーンを増やしたいと思います。はい、ということで整地作業してる最中になんか知らないうちに育ってましたうん、せっかく整地したんだけど、育ってたんだけどちっちゃいんですよね。もっと高いやつが良かったんですけど、イメージは家の、うん、まあちょっとマシになったか。でもこの家より高いとこに行ってほしいんですよね。なのでもうワンチャンスあるので、これも植えていきたいと思います。これをじゃあ次はこの辺にでっかく、さあ大きく育ってくれ、いきます。ほい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 。そろそろか、そろそろなのか。来た、どうだ、あ、でかいんじゃない、どうどう、あ、え、あ、ちっちゃい、え、あー、ちっちゃいか、惜しいな。うん、もっとでかいのが欲しいんですよね。苗木が3つかと。よし、じゃあでっかいのがもう大木だらけになっちゃうな。うん、まじでもちょっともう少し苗木を集めていきたいと思います。はい、ということでジャングル行って苗木をたくさん回収してきました。24個ってことで6回試せるね。でもそんなにやったらもうジャングルの大木だらけになっちゃうので、これで成功させたいところ。さあ頼むぞ、おっきいのできてくれ。どうだ、ほいほいほい、よし、あ、どう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 、でかいのできたちっちゃい、全部あそこで止まっちゃうな。家があるから、家にぶつかっちゃってるってこと。なんかありえるよね、そういうのも可能性としては。そうか、なかなかうまくいかないな。1個でかくできたんだけどな。下から見るとあれ変だね、あの大木、あ、原木見えちゃってるの。難しい、ごまかしきれないな。ちょっとこの草、これなん、これなんだ、これダークウォーク、あ、これジャングルか。なるほど。
どうしたもんかな。本当はね、正面にこの辺の高さまであるやつが1個欲しいんですよ。そしたらあれ、木の上に切って植えられんのかな。無理かな。無理だよね、土の上だもんな。うーん、でっかいのできてほしいんだけどな。よし、じゃあまだチャンスはあるということで、これここをまたちょっと増やしていって、土をで、ここに作っていきたいと思います。諦めないぞ。はい、ということでここにスペース作ったので、ここで多分もう被らないと思うので、ここ端っこにあればここここで一個でっかいの頼むよ。これで大きいのができてほしい。はいはい、3、4、5、6、おい、ああ、どうだどうだどんだけジャングルの木作るんだって話ですよね。ほい、あ、オッケーオッケー。まあ割とでかくなった。これだったら、でもこっちから見ると見えちゃうんだな。まあいいでしょう、とりあえずいい感じにできてきた。わかった、本当はここにも一個欲しいんだな、きっと。ここに植えてみようか。できるのかな、ここで。あそこが端っこだから、この辺ですね。この辺にやったらできるのかな。どうなんだろう、上完全に見えないけど、外、空、あ、やっぱ無理か。あ、できたできたできた。よし、今のいい感じかもしれない。これなんかやっぱ変だな、場所。さあどうだろう、これで下を隠してくれたじゃないか。お、隠してくれて、あれ、だいぶちっちゃいのができちゃったのかな。あ、違う、後ろにできたの。あ、ちっちゃいのができちゃったのか。あー、これちっちゃいやつだな、きっと今できたの。あーですね、ちっちゃいのができちゃったか。あそこに届いてほしかったんだけどな、家の下に。うーん、残念。もうでもさすがに生やしすぎなので、このぐらいにしとこうかな。とりあえずこれでいいでしょう。よし、じゃあオウムを連れていきましょう。ほい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 っと、よし、ついてこーい。はい、お座りと。オッケー、よし、じゃあちょっと一回寝て。あ、まだか、まだ大丈夫か。ですね、実は今取りに行った途中でグローストーンを取ってきたんですよ。で、ここをちょっとバー、オウムバーみたいにしたいので、床にグローストーンを埋め込んで松明の代わりをしてもらおうかなって思っています。おやすみ、グッナイ、おはよう。よし、じゃあまず2階に行って、どうしようかな、場所はここかな。こういう角にグローストーンを掘ってやれば、これ、あ、ほら明るくなるんですよね。で、ちょっとこれでおしゃれな感じを出して、オウムバーを完成させていきたいと思います。で、あとね、机とか椅子も作らなきゃいけないんですけど、まあそれはまたいつかいつかやっていきたいなと思います。ほい、お、いいじゃんいいじゃん。ここがな、なんかちょっとフェンスとか作りたいですね。はい、ということで今日はジャングルの材料を存分に使って、オウムの、クラブハウス的なものを、クラブハウスじゃないな、バーみたいなものを作ってみました。うん、外見ちょっとバーじゃないんだけどね。まあなんかなんとなくうまく改良していってバーっぽく見せていきたいと思います。はい、ということで今日もご視聴ありがとうございました。よかったら次回も見てください。バイバーイ。